メルセデスは育成ドライバーのアンドレア・キミ・アントネディオ、F1 イタリア GP の FP1 で F1 公式セッションデビューの機会を与える予定だという。メルセデスはルイス・ハミルトンが今季限りでチームを離れ、フェラーリへ移籍することが決まっており、現状ではジョージ・ラッセルの来期のチームメイトとなるドライバーは決まっていない。そして、その後継と目されているのが、 育成ドライバーのアンドレア・キミ・アントネッリだ。F1 オランダ GP の決勝日に18歳を迎えるこの若者は、メルセデス F1 昇格の噂が出ている中、今年は何度も旧型の F1 マシンでのテストに参加してきた。またそれと並行してアントネッリはすでにシミュレータードライバーとしての仕事もこなしている。そしてモーターズポートトコムイタリア版のつかんだ情報によると、 メルセデスは F1 イタリア GP の FP1 でアントネディを F1 公式セッションデビューさせる予定のようだ。メルセデスはまだ2024年の FP1 におけるルーキーの起用計画を発表していない。しかしこのイタリア GP でアントネディを走らせた後、市街地コースではなく、 スプリントフォーマットではないグランプリであるメキシコ GP かアブダビ GP のどちらかで FP1 でのルーキー起用義務の最後の一枠を消化することになると見られている。なおアントネディはこの夏休みにモーターズポート .com の独占インタビューに答え、表舞台で評価されることを恐れていないと語っていた。ある程度の心配は常にあるものだと思うし、 パフォーマンスを発揮できないという予想は誰にとっても怖いものだと思う。アントネディは来るであろう F1 ルーキーイヤーについてそう語った。僕のアプローチは、それを学びや成長を楽しむための素晴らしい機会だと考えることだ。批評されるのも僕は怖くない。メルセデスが僕のポテンシャルに関して明確な意見を持っていることは知っている。今年の F2 では、 チャンピオンシップにおいてベストな形でスタートできなかったけど、ネガティブな考えはなかった。僕はかなり静かな人間だ。もしチャンスが巡ってくれば、それを喜んでつかみ、最大限に活かそうと思う。最近は来年に関する噂でプレッシャーがあったけど、常にそれを楽しもうとしている。手にした機会を楽しんでいるんだ。